以前ですね、よりの、平成31年の現在から見てもね、これ非常にね大事なテーマであるっていうね。で、ここで言ういわゆる日本の昔からのいわゆるの日本の考え方、非常に考え方っていうものと、それから、欧米文化、昔その前で言えば中国系の大陸系の文化、欧米の文化が来た。だけどそれをね、日本人は日本人なりにね消化して日本にだこう切り替えてね、やってきてるということで、この今日のお話もこの昭和12年のこうね、に書いた片文で、まあ、この昭和のこのね時代にも今のこの問題じゃないんだけど、本当に平成31年の現在も実はね同じ問題を抱えていると。それでね、年が変わったもんだからいろいろね、でこの天皇陛下が変わるなれば元号もね、もう4月には変わるんで、だから平成の30年というものをねどう見るかっていうんだけど、こう正月にこう考えてみてね、平成の30年もね、ここで言うね国際の本気っていうものをね非常にねこうないがしろにしたのがね平成の30年じゃないかというのがね、その平成31年を迎えてのね私の感じなんですね。そうなんですね。それで今日のこの国際の本気の話をあれしながら、これをね今現在の日本のね話題問題点にね、にこれ ね, 本当ですね、こうしっかりね、現実論として解決せないかんと言うんでね、それで、実はねこのここで言うね日本の古来の日本の考え方、それからいわゆるねもう次から次入ってきた欧米の考え方との違いで、この北斗の本には昭和12年の段階なんでこう書いてあるんだけどもね、平成31年のねあれではね、実はねこれのこう小先生がね、実はね的確にねこのねあれにね、ちょっとこれちょっとこうやってね、あ、はい、1枚結局ね、ここで言うねいわゆるね平成の現在の見るとね、いわゆるねいわゆる欧米の考え方、欧米の考え方で、ここでねこれこの久保先生のあれはね平成26年のね11月号のね日本の息吹に乗ってるね、これはね、ねなんですね、これでね、で結局ねここでね日本少子化でね、今平成31年なんだけどね、昨年の少子化がね日本の人口が一番多かったのはね平成20年1億2800飛び 8万人というのがね一番多くて、それから今ね減ってるわけですよ。減ってっていわゆる人口減少がね、昨年の日本の人口減少がね44万8千人でね、40万人初めてね減って、これからね毎年40万人台50万人台減っていくとね、そうするとねどういう現象が起きるか、自衛隊の内定がいなくなっちゃう、いなくなっちゃう、警察官のね内定はね、自衛隊とか警察官とか消防っていうのはね年齢がね若い層がねつかないと成果上がらないわけですよ。ところがね
日本の現状は、自衛隊にせよね、警察官にせよね、消防にしてもね、だんだんなり手がなくなっちゃってる。数が減っちゃった。それね、ということは、日本がね、日本っていう国がね、潰れる。人口的にね、日本の国が潰れるっていうね、今ね、平成31年の時点でね、最も今ね、考えないかんことはね、人口減少で日本の国が潰れるというのがね、日本の、ね、現実の問題で、どんどん進んでるから。で、それでね、そこで、この正月にもね、いろんな新聞とかいろんな論調をね、読んでみたけどね、人口が減るから、人口が減ったようなね、やり方で、いろんなね、あれをしないから、最もバカなやり方はね、いわゆるね、外国人の労働者を連れてこいというね、今のあれ、アベノミクスやってるでしょ、ああいうバカなことを やるのがね、それで、この正月からね、もう、その問題ね、ちょっと、もう私もでも、いろんな昭和もあれもみんな知ってますからね、あれでね、で、年は変わったんだからね、で、しかも平成も終わるんだから、もっとね、いい論調があるかなと思ってみたけどね、人口が減ったからね、いや、もういねえからこうした方がいいと。重論調ばかりで、なぜで、ね、人口が減ったのをね、抑えて、ストップして、人口を増やすというね、議論がなぜ出てこないんだと、いうことをね、それで、いろいろね、本なら見ておったらね、このね、小先生のね、この日本のいびきに書いたね、このあれが出てきたわけですよ。これがね、人口減少をね、人口減少をやむを得ないんだから、人口が減ったようなことをやればいいんだというふうな、いわゆる日本の現在の指揮者の論調じゃなくて、なんでこんなね、人口が減ることがおかしいじゃないかと、もっとね、人口の減少を食い止める、むしろ人口を逆に増やすというね、方法をね、なぜそういうね、政策を問わないんだというのがね、この完全にあれだったんですね。そこで、その時の人口減少、なぜ日本の人口の減少がね、減っているのかっていう原因について書いてあるのがこのね、この論調なんですよ。ね、本当に戦後、個の確立ということで、民主主義っていうのは個の確立なんだということで、今までの考え方が個人の権利そういうところで、私もこの前国立公文書館に行って帰りに、小栗畑のところに法務省の東京支局があって、そこに巨大な横断幕が21世紀は人権の世紀って書いてあって、私もこうびっくり人権の世紀っていう、だから人権個人の確立で、そういう問題が戦前の家族制度とかそういうものと相反する方向なんですよね。だからその人権というのにも二通りあるんじゃないかと、やる誰でも持ってる基本的人権というのと、個人の権利義務の人権とは違うんじゃないですかっていうことを法務省の東京支局に、そうですね、同じ言葉を使っちゃうとね、それは混同するんですよね。混同するんですよね。人権っていう概念自体がヒューマニズムから出てきて、個人の尊重っていうところから出てくるわけですよね。それは神が与えたものだから、それだから尊いんだと。
だから生まれながらにして権利っていうものを持ってるっていうのは神が与えたんだっていう、そういう特殊な宗教、キリスト教的な個人主義ですよね。ね、それで来るとまあ、 あの個人が良ければいいんであってどうでもいいということになっちゃうわけで、この方向でどんどん行ってるのが今なんですよ。これさっきお話になったようにね、安倍さんもそれ乗っかっちゃってるんですな、うん、でなんでこの東京っていうところだけをね、東京をここまで肥大化しなきゃいけないのか、ね、東京で考えてるのと地方へ行って考えると全然違うんですよ、ね、その向こう行って人権なんていうようなものを言ったって、地方の農村地帯とかですよ、そこ行って個人の権利なんて言ったって個人じゃ何もできねえよっていう話になるし、大自然のおかげさまで生きてるんだっていうふうになるしですね、そこで必ずその反発が起きるんですよ。ネットで人権っていうのをあの検索すると人権擁護委員っていうのがあの一万何千人もいるんですよね。とんでもないこと。そういう人がこう地方をつづうらうら回って人権、人権で人権擁護ということを啓蒙しているという、戦後ずっとそういうことをやってきたんであれば、やっぱり個人主義というのはもう我々の知らないところでどんどんそのやる基本的人権というものを混同、そのなぜそういうあの語法が混同するかというと、そのフランス革命のあの開発したルソーという人は転倒語法というのが非常にあの巧みな人で、アカデミー会員もそれで騙されちゃうんですよね。だからそういうね、あの18世紀17世紀の話をしてるんじゃなくて、今ここからどういうふうにそれを覆していったらいいか、ルソーが悪いんだからでも何でもないわけですよ、今我々としてどういう方策が、あのできるだろうかなというあたりに議論をこもってこないとね、そうですね、議論の足場がなくなっちゃうんですよ、そこでね、そこでここで言うね、コロナスのね、ここに書いてあるね、結局ね、現在の人口が、日本人口が、ね、減少して大変なことになるというね、この原因はね、結局ここに言うようにウォール街の資本主義と日本の、で日本の未曽有の国の資本主義をね、日本未曽有の国の資本主義っていうのがね、日本がいわゆるこの今の昭和時代にもね、こう求めてた日本の国発展させたね、ベースにあるのがね、未曽有の国のね、資本主義なんですよ。それをね、なぜね、平成の30年間で、ウォール街のね、資本主義をね、をやれしちゃって。これはしかし、安倍さんが言ったんですよ、この言葉はね。未曽有の国が資本主義という言葉はね、安倍さんが言い出した。それね、安倍総理がね、平成、27年ですか、2度目の内閣を初の時のね、文藝春秋に美しい国へっていうね、あれがだって、その時にもね、このね、アベノミクスは、未曽有の国の資本主義をやるんだと書いてるんですよ。それで、第二次安倍内閣ができたね、一番初めのね、財政経済諮問会議のね、議事録ね、のね、新聞に詳しく出てあって、それでね、これで、アベノミクスは、いわゆる、なんか、株主の権利、市場主義とかね、ウォール街の資本主義とか、それからね、国際、その、市場競争原理主義はね、一切やらないと。それで、日本らしいね、未曽有の国の資本主義をやるんだっていうのをね、財政経済諮問会議ね、議事録に載ってるんですよ。載ってるのに、実際に、この安倍内閣にやったあれはね、全然違う、今やってるあれはね、ウォール街の資本主義そのものですよ。本当ですね。Thank you.
チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川添恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村幸雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授人、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様、チャンネル登録をして、会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。